どうも皆さんこんにちは。今日はですね、EC の、撮影のねために EC に来てるんですけど、それで、今日休みなんでね、ちょっと外を散歩してたらですね、なんと、ホテルの近くにこの、花火とね爆竹が売ってる店を発見しました。初めてですね、多分このもう爆竹花火がねいろんなところで禁止されてから初めてこういう店を発見しました。ちょっと中に入ってみたいと思います。こんな感じでね、花火がたくさん売ってるんですよ。ここなんかね、イーシン自体はね禁止されてるんですけど、このディンシャンっていう場所ですか、僕が今いる場所はなんか花火が OK らしくて、一番でかいのだとこれですかね。しかしついただわ、今日漁師一般、漁師パーツだね。しかしどうしたっけ、ヤンバイアーシーヤンバイアーシーバヤンバイアーシーパーシーパーパーパーシーなんかラオバンニャー。如果你想买研发然后放电报呀研发的人就可以在这里买，比较有名。是的，那它就还贵一点。哦，这是多少钱？这是100发的。哦，100发是300。100，300。300。300块钱。哦，300块钱的100次可以放。对，这是100发的。这是贵，最贵的。这个我卖的很好的。哦，卖的很好。啊。而且很漂亮。对，很漂亮。这个打的很漂亮，这晚上很漂亮，很漂亮。100次，100次，これもいいかもしれないです。就ちょっと想一想，哪个是最好？这个应该是最好的。对对对，而且这个重。よし、ジョン。おぉ。いや、これにしましょうかね。一番高いやつ。あとで。なま、おいほら、まい、違うわ。あ、夏の花火は空に向かって、あ、よいよい、こっき、こっき、よいよい、こっき、こっき、こまねち。参ろう！お前、俺誰だと思ってんだ、この野郎。あ、どうも、すいませんでした。私、花火だ、ドンです。ほらろ！何やらせてんだ、この野郎、お前、この野郎。お前、ついに夏が来ちゃったよ、お前、この野郎。お前、もう8月も下旬だよ、お前。どうすんだ、この野郎、お前。やっぱあれだな。まあ、日本も中国もよ、夏といっぱい、お前、これだよ、お前。お前、ちょっとお前、すごいの用意しちゃったから、お前、期待しててよ、これ、お前。これだよ、お前、すげえよ。お前、花火だよ。花火、100発だよ、お前、これ。花火なんか買わせんじゃないよ、俺は。危ないよ、この野郎。もう撃っちゃうしかないよ、俺。中国のこれ、夜空に向かって撃つよ、お前、この野郎。おじさんもう花火師やっても20年になるから。お前、危なくないよ。全然大丈夫。花火打ち上げる時の注意事項。まず、一つ目。家の中で撃たない。家でこれ撃つバカがいるからね。家でこれピューとか言ってるね。これ、壁に当たっちゃったりして。家燃え、燃えちゃったバカがいるから。そういうバカなことはしないように。それから注意事項、その2。人に向けて撃たない。これ、バカなやつがね、人に向けて、一個出ろ！バカ野郎この野郎っつって、ポーポーって、これ、人に向けて撃っちゃうバカがいるから、そういう、危険なことはしないように。その3、この、花火の筒の中を覗こうとしないっていうね。これこうやって、導火線ピッて火つけてね、これまだかなーだって、顔に当たっちゃうバカがいるから、これ顔燃えちゃうよ、お前これ。ダメだよ、それは。それからね、注意事項、その4、花火のこの感触玉の中に入ろうとしないっていうね。これ入っちゃ入ろうとして、どうにかね、この4尺玉とか5尺玉のね、中に入ろうとするバカがいるから。それダメだよ、お前。それから、花火に乗って月まで行こうとしない。これだよ、お前。これだよ、バカ野郎、これ。じゃあ、お前よ。こんな感じで、ちょっとお前、外まで花火持ってくから。見とけ、この野郎、お前。打ち上げちゃうよ、お前、おじさんが。花火だ、ドン、でか、こら。ほら、花火用意したよ、お前、この野郎。これでお前、夜空に、ポーンって、お前、花火だ、ドンがね、お前、これ、ポーンって打っちゃうから。見といてよ、これ。ああ。そしたら今から、導火線に火つけるぞ。行くぞ、この野郎。見とけ、この野郎。行っちゃうよ、お前。お、お、来た、これ。これ来た。来たよ、お前。来たよ、この野郎。さあ、行くよ、お前。これだよ、お前。
やー、お前さっきね、ちょっとな、失敗しまったよ、お前、撮り方を。さ、カメラがね、お前全然、花火捉えられてなかったよ、お前、綺麗によ。お前、だからお前、しょうがねえから、お前、もう一個買っちゃったよ、お前。また300元でお前、100発のやつ買っちゃったよ、お前、これ。お前、今度はね、これ見ておけよ、お前、この野郎。今度は絶対お前成功させるからよ。見とけ、この野郎。行くぜ、この野郎、バカ野郎、この野郎。おっしゃ、来たよ、この野郎、お前。今度こそ来たよ、この野郎。だよお前この野郎、花火打ち上げちゃったよお前この野郎、すごいよお前。これが花火だどんの力だよ。これではまた来年、アディオス。